ちょっとあの怪しいオープニングで始まりましたけど今日 PPA についてお話しいただけるんですか？まあ、PPA は0円ソーラーの中に含まれるものなんですけど、0円ソーラーについてお話ししたいと思います。0円ソーラー、はい、もうなんか怪しい匂いがプンプンしますけど。そうですよね、怪しいですよね、はい、だってタダより高いものはないって学校で習うじゃないですか。そうですよねそう思われて敬遠される方が多くいらっしゃるので、はい、そういったあの誤解をですね、少しでも解消できるように、だから全然怪しくないってことをお伝えしたいなと思ってます。0円ソーラーって何が0円なの、っていうところなんですけど、0円なのは初期費用ですね。設置する時の、費用、これが0円。その代わり月々分割でお支払いいただくという形なので、全然ここ怪しくないと分割であの投資回収していくというビジネスです、はい、で特徴としてはですね、契約期間中は設備は住民の方でなくて事業者のものになります。保守修理費用も事業者が見てくれますので0円、うん、で、まあ、一般的には10年以上の、まあ、長期契約となります。あとは契約期間が終わりますと住民の方のものになりますので。この0円ソーラーっていうのは、はい、昔からあるものなんですか？比較的新しく出てきたビジネスになりますね、うん、一般的に皆さん太陽光発電設備100万以上出されて買われて自分で所有しながら電気を売って投資回収していくっていう形かと思うんですけども、うん、新築の方であればまだローンに組み込まれたりできますけど、うん、既存の住宅で後からつけようっていうのはなかなか100万以上払ってっていうのは難しいかなと思うので、うん、まあ、そういったところに目をつけた事業者がこういったビジネスをやり始めたっていう形になります。0円ソーラーにもリースっていうのと PPA と呼ばれるこの2種類があって、うん、はい、大きな違いは電気が住民のものか事業者のものかという違いがあります。リースは発電した電気は住民の方のものなので自由にしていいんです。自分で使ってもいいし、はい、発電した電気って売ってもいいんですもんね、はい、確か。あ、そうなんです、うん、はい、国が買い取ってくれる制度があるので、うん、売ったお金で投資を回収する、うん、でそれに対して PPA、 これは電気は事業者のものになります、うん、なので自分のところで発電をした電気をその事業者から買ってで住民が使うという仕組みになるんです、うん、でその電気が普通に外から買ってくる電気よりも今は割と安めになってきているので、ちゃんとこの住民の方にもメリットが出るような形に今なってきているということです、うん、はい、例えばどのぐらい安いんですか？ざっくり僅差なんです。若干安いぐらい。若干安いぐらいただ、うん、先ほど説明した通り契約期間が終わると自分のものなんですね、設備が。そこからは自由にしていいんで、儲け放題ってことなんですね、はい、そうなんです、うん、はい、あ、分かりました、で PPA の方は電気代以外は費用は発生しないので、うん、固定でかかるような料金は発生しないという形になります、うん、はい、じゃあリースの方は逆に、自分で発電した電気は使い放題だけど、はい、まあ、月々の支払いが出てくるんですね。はい、うん、そうです、うん、PPA これなんで出てきたかっていうと、まず太陽光発電設備のコストがどんどん下がってるっていうこと、あと電気料金は、まあ、外から買ってくる料金で今すごい上がってるじゃないですか、うん、それがあります。でもう一つは太陽光発電で発電した電気を国が買い取ってくれるんですけど、その買い取り価格がどんどん下がってるんですね。あ、そうなんですか、はい、うん、電気代は上がってるのに、なのでこういう制度を使って売電で投資回収するんではなくて安く電気を買うような仕組み、そういったものが出てきたということになります。今まさに時代に合ったやり方なんですね。まさにそうなんです、うん、はい、ちなみに PPA ってどういう意味なんですか？パワーパーチェスアグリーメントっていう、その略なんですけど、電気購入合意みたいな。あ、そうです、そうです日本語で言ってもなんかよくわかんないんですけど、はい、あの要するにまあまあこのビジネスの、ええ、仕組みのことを PPA って言うんですね。 PPA って言うんです。電気の収支のイメージの図ですね、うん、このオレンジの線というのが発電した電気の量、うん、昼間にぐっと上がっていくと。この緑色の線、ご家庭で使う電気の量です、うん、朝方と夕方というのにピークが来ています、うん、一般的には量も
発電する電気の方がピークが高いところにある。暗い時間は当然発電されないので、うん、外から電気を買ってくる必要がある。うん、これって貯めといて夜に使うみたいなことはできないんですか？あ、それもできますよ。主に3パターンありますね。うん、1つは低地型の蓄電池を設置していただいて、余った電気を貯めて夜使っていただくというのがワンケース。で、ほぼ同じなんですけども、EV をですね、蓄電池の代わりにして使って電気を昼間貯めて夜使うという使い方があります。で、3つ目、お日様へこけるとというのが最近出てきてます。はい、聞いたことがないです。ああ、そうですか。うん、エコキュートっていうのご存知ですか？はい、うん、はい、深夜電気帯って電気の需要が少ない時間帯に安い電気のプランに入っていただいて、そこの安い電気を使ってお湯を沸かして、でお湯を溜めておいて次の日に使うというのがエコキュートなんですけど、うん、それを昼間やりましょうというのがお日様エコキュートですね。うん、昼間のこの余った電気を使ってお湯を沸かして、それを夜に使えます。電気を熱に変えて貯めるということですね。もともとエコキュートを設置されているご家庭かなり多いと思いますので、それをお日様エコキュートに変えるだけでですね、この昼間の電気を無駄なく使えますので、非常におすすめですね。うん、はい、お日様エコキュートと普通のエコキュートはなんか両立はするんですか？置き換えていただくという形にいますね。そっか、なんか両方とも持っておけば、昼間も夜も沸かせるのかな。エコキュートの寿命も、まあ、10年って言われていて、うん、買い替えられる方も多いと聞いてますので、ぜひ、まあ、買い替えのタイミングになる方はですね、お日様エコキュートも検討されてみてはいかがでしょうか。うん、いずれにしても、太陽光パネルだけではなくてプラスアルファの何かの設備が必要っていうことなんですね。そうなんです。うん、